何があるんだいとか大変なことになってるらしいじゃないですか。まあ、ちょっと休学を考えて1ヶ月ぐらい家に引きこもって留年するってこと編入できないじゃないですか。まあ恥ずかしいんですけど、は受験し直す気はない。どうも、始まりました。むつちゃんです。さあ今回はですね、はい、藤川さんにおいでいただきましてですね、何があるんだいというか大変なことになってるらしいじゃないですか。はい、まあ大変なことっていうか、はい、そうですね。はい、どうするんですか今ちょっと、はい、大事な決断をしなきゃいけないというのを聞いたんですけど、はい、ああ、まあちょっと休学を考えまして、はいはい、はい、休学え、じゃあ今1年、2年になってるの？もう2年生だよね。2年生の半分終わったってことだよね。前期終わって、はいはい、もうあと2年の後期しかないってことだよね。あー、そうです。休学？はい、まあ、いろいろ理由があって、うんうん、1年間休学するってこと？半年？まだ決め、まだそう、ああ決まってはないです。決まってないんだ。ほう、理由は、はい、まだ、前あった演劇の件で、うん、ちょっとまだ病んでいて、ちょっと演劇の件は多分、まあ、みんな知らないと思うんで、そこをね、はい、説明しなきゃいけないと思うんですけど、あのサブチャンでちょっと出しただけなんで、ああそうなんですメインチャンネルでは出てないんで、多分演劇の件もみんな知らないと思うんですけど、じゃあサブチャンネルをいやいやいや見てくださいじゃなくて、はい、あれですね、演劇の演劇部部長やってて、でなんだっけ、文化祭みたいなやつ、あそうあれでやるみたいななってたけど中止になったってやつよね。はい、トラブルがいろいろ言えないですけど、はい、言えないんだ、はい、はい、トラブルがあって、はい、っていうので、それでなんかメンタルをやられちゃって、はいはい、1ヶ月ぐらい家に引きこもって、はい、はいはいはい、え、学校行かなかったってこと？行かなかったです。嘘、じゃあテストとかあったんじゃないんだって。あ、テスト受けました。あ、テスト受けたと。でもまあ、うん、単位もうん、多分取れてないんで、あらららららら、はいはいはい、はい、なるほどね。え、ちょっと待って、そうすると留年するってこと？それ、あ、ほぼ確定してると思います。留年が、はい、じゃそれ休学する意味あんの？それでも留年するんだったらどうせもう一年やるでしょう。あ、はい、なんで今、うん、休学する意味あんの？それってわかんないけど。あ、ないんですか？いやいや、なんで1年休んで、だってそのまま半年休むってこと？半年です。あ、なるほどね。あ、それだったら確かに、まあ、ありえるか。確かに。それだったら、もう一回前期をやるってことだもんね。後期休んで。はい、ああ、なるほどね。そういう感じになると。で、それが理由で休学？まあ、あともう一つ理由があって、はい、まあ、恥ずかしいんですけど、はい、まあちょっと金銭面的にやばいっていう、金銭面的にやばい、授業料が払えないんで、うん、まあバイトをで貯めて、うん、来年からまた、ああそういうこと、いやバイトしてそのバイト代でってことね、はあ、はあ、はい、あーなるほど、そういう感じでやるってことか。休学中に貯めてで授業料、はい、もう留年だったら1年多く払うわけですからねそもそも短大、そう、まあそうですけどなるほど、あーはーはー、でも勉強しなきゃいけないじゃないですか。だってさ、当然ね、いわゆる編入考えてるわけですから、まあ、編入は絶対するので、うんうん、はい、編入絶対するってなったらまたそれも学費がかかると思うんですけど、まあ、はい、じゃあやらなきゃいけないことになってるとか、やらなきゃいけないわけですね。はい、絶対に、はい、はい、じゃあ勉強とバイト両方やるってことを休んで、はい、まあ勉強はでもほぼメインになるんじゃないかな、うんうんうん、ではいるんですけど、うん、まあ、休学中は、うん、トイックだけに絞って、あ、トイックだけに、で結局トイック何点必要って分かったの？それは、あ、編入自体は440なんですけど、うん、そう言ってた通りだったんだ、結局440なんだ、はい、ああ、トーフルの ITP? ITP?、うん、IP? ITP? ITP、ね、うん、が450、おお、なるね、はい、のどちらか、うん、必要で、うん、それで関西外国語大学の方、はい、4年生の方に編入ってことね。まあ、はい、他の条件とかないの？他の条件は、まあ、単位をちゃんと取ってるみたいな。これ、ちょっと待ってよ、それダメじゃん。じゃちゃんと取ってなきゃ編入できないじゃん。え、落としたらもう卒業できない、卒業とか編入できないとかあんの？落としたら、うん、まあ、編入で、まあ、推薦はもらえないんですけど、うん、一般でっていう方法はあります、うん、
一般で、ああ一般で編入の一般試験ってこと、はい、ああなるほどね。いやだって前にさ、そうそう問題見たけどめっちゃむずいじゃん。だって編入の一般、はい、そっち受ける、こっち受けるってこと。なんかあの編入の推薦は結局僕もダメだったんで。あ、もうダメだったんだ。はい、僕はダメでした。いやいや、まあ、その留年しちゃう人はダメだよ、当たり前だけど。いや、1年生だけの結果を使うんですけど。1年の時の、あ、1年の時の成績がダメだったってこと。いや、そこそこだったと思うんですけど。そこそこだったかどうか微妙だけど、まあまあまあダメだったってことね。あ、ダメでした。いや、一般むずいよ。え、ちなみに、はい、受験し直す気はないの。あ、ちょっと考えてます。考えてました。あ、また一から受験っていうのも考えてはいるってことね。まあ、はい。でも編入、はい、編入ってどこの大学でもまあ結局行けるできるわけじゃないですか。受けれるわけです。まあ、どこでもじゃないけど、まあまあまあ、はいはいはい、受けれますよ、はい、いろんなところ。なんかいろいろ地元だったら南山とか、うん、高いとこを目指すな。しかもまあまあだから、そうね、まあだから難しいことは難しいけど、関西だったら京都がいたりとか、はい、あるね。とまあそうね、編入の方が楽なところもある、実際。ただ調べてみないと、はい、関西外大のその編入のその試験問題、一般の試験問題はだいぶ難しい、相当難しい、ね、TOEFL、ITP、TOEIC のその400いくつより全然難しい、はるかに難しいんで、あ、だからなるほどね、はい、TOEIC に絞るっていうのもどうなんだろうな。一般の試験目指す、ちょっと難しいな、それどうするのかな。いやあ、あとでもさ、実習は教育実習、ああそう、休学したらいけるようになるんじゃないの。いや、いけない。ダメなんかい。もう1個ね、落としちゃっていけないんだよ、実習。もう本当にだから編入したらいけます。はい、なるほどね。じゃあもう本当に編入でやるのか、それともまた別の一般で1年生からやるのか、はい、それも考えなきゃいけないんじゃないですか。まあ、そうですね。でもあの、まあ、他の大学で1年生からやり直すってなると、うん、親が多分反対するんで。ああ、なるほどね。まあまあまあ、それはそう。ちなみに短大卒では終わりたくはないってことなんですか。終わりたくない。そうか、4年生は出たいってことなんでね。はい、なるほど。でも演劇はどうすんの。ほら、なんとかコレクション出てたじゃない。ああ、映像ありますけど。うん、あるんだ。一応なんか出たんで、出たんですよ。うんうん。で、あの、うん、怒る役。怒る役。はい、なんか怒鳴る。怒鳴るの、はい、怒鳴れるの。怒鳴れるんですよ。怒鳴れるんですよ。ちょっと気になるわ、それ怒鳴ってるって。怒鳴り散らかせる。怒鳴り散らかしてんの。はい、マジで怖っていうのもあれだけど。いや、怖くはないです。どういうこと。どういうこと、それ怖くはないですって。声がちっちゃい。今言ってたね、短かったけど。ちょっと音上げて。とても不便で、じゃあ何をやってきたか言ってみろ。そういうもんだったら何やろ。じゃあらら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 って言ったやつね、今ね。じゃあ何をやったか言ってみろね、って言ったんだよね。と、はい、なんかアドリブでもあるんですよ。ああ、アドリブ。いや、そういう感じだったわけね。すげえな、面白い。そういう形でございます。ぜひともね、まあじゃあ留年確定で休学しようと考えていて、まあ、はい、まあほぼ確定。はい、なるほどね。はい、ということで、じゃあ今後どうなるか、もしかしたら一般受験始まるかもしれません。一般受験編がまさかのスタートするかもしれないということで。怖ー。それもね、ジャッジメントでお金もらわなきゃいけない。幻のジャッジメントで。幻なんですかね。そうですね、ということでした。ブレイキングダウン。あ、たましさんの、そうそうそう、はい、ということでした。ということで、今回は藤川さんの重大発表がありましたんで来ました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for watching.